こんにちは、さおりです。今日はひよこ豆でクッキーを作ってみました。栄養豊富なひよこ豆をおやつで手軽に食べることができます。ひよこ豆の缶詰を使った簡単に作れるレシピです。では作っていきます。材料をブレンダーに入れていきます。まずはひよこ豆をブレンダーに入れていきます。缶詰を使う場合はひよこ豆の汁はなるべく入らないようにひよこ豆だけを入れていきます。次に甘味を入れていきます。今回はアガベシロップを使いました。メープルシロップでも大丈夫です。塩を2つまみ入れていきます。豆乳を大さじ1杯入れていきます。この後ブレンダーにかけましたが、ブレンダーが回りづらかったのでピーナッツバターを先に入れていきます。無糖のピーナッツバターを使っています。お砂糖が入ったピーナッツバターを使う場合は甘味を入れなくても大丈夫です。ブレンダーで混ぜていきます。水分が少ないのでブレンダーが回りづらいです。途中で止めてスプーンで混ぜてまたブレンダーを回していきます。フードプロセッサーの方が作りやすいと思います。ひよこ豆の粒がなくなったらボウルにあけていきます。クッキーに入れるチョコレートを刻んでおきます。チョコチップを使っても大丈夫です。今回はダークチョコレートを使っています。好きなチョコレートを使ってください。ひよこ豆の生地に刻んだチョコレートとベーキングパウダーを入れて混ぜていきます。ベーキングパウダーと生地がしっかり混ざったらクッキーの形に作っていきます。200度でオーブンかオーブントースターで15分焼いていきます。ひよこ豆クッキーの完成です。サクサクのクッキーというよりはソフトクッキーのような食感です。チョコレートとひよこ豆がすごくよく合います。チョコレートの味がしっかりしているのでひよこ豆の味はそんなに感じられないです。すごく食べやすい美味しいクッキーです。ひよこ豆はすごく栄養豊富なお豆です。ビタミン B 群や鉄分など豊富に含まれています。栄養豊富なプロテインクッキー
すごくおすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。